は晴れです。プリットチャンネル、ハロー。今日はですね、とある芸人さんに来ていただきました。どうもー、アケネル、アケネルです。ボーイフレンドの宮川英二です。よろしくお願いします。もう一個ユニットを新しく参加しまして、はい、その名もトゥクトゥン、永井雄一郎さんと一緒にやってまして、はい、永井さんがトゥクで僕がトゥンという、4月1日から配信されますトゥクトゥンの新流行リズム、エイプリルフールをこのプリットチャンネル の2人に覚えてもらいたいと思います。流行リズムって何ですか？1月から12月まで月々にこのリズム流行るとみんなハッピーだろうなっていうのを配信してまして、この4月1日はちょうどそのエイプリルフールなんで、なるほど、動画自体もエイプリルフールとなっております。1月から3月のも上がってるじゃないですか、うん、見ましたけど難しくないですか？そう、結構難しいのよ。そう、難しくなかったよ。あ、本当、覚えられた。正月、正月、正月ダンス。全然違う。一富士二鷹三なすび4大根5人参6人参ビュン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 、なんか合ってるじゃねえか。覚えましょう。はい、覚えましょう。これをちょっと一回見せますんで。 The first of April、 今日は元旦、明日クリスマス、その次の日おみそか、そんなの一年ありがとう、入学式、枝豆持って、それ配ると友達100人できるよ、はい、全部嘘だよ。はい、あ、時間やけど難しい、割と短めなんですね。35秒ぐらいですけど、一人は完全に歌専用の人なんですね。まあ、でも歌の人にもちゃんとこの元旦顔でその季節を表さなきゃダメよ、ね、4月1日今日は実は元旦ですよ、で明日クリスマスですよ、その次は大晦日で1年ありがとう、え、全部嘘だよみたいなってこと。踊りと歌う担当は分けるわけで、そう、分けよう。だからどうしよう、どっちが踊りうまい、どっちが踊りうまいって言われたらこっちです。まあ、そうだろうね、はい。でも歌うまいわけないよね。本当は歌って踊ってほしいけど、じゃあ歌おう。じゃちょっと踊りながら覚えて。はいはい。簡単。おお。もうで確認できるよ。うん。いやすごい。俺さすがすごいわ。でも永井さんの最後の顔でできますよ。全部嘘だよ。うん、まあそれはいいんだけど。一個だけ言っていい？はい、これ、はい、顎出てんの？今日オーバーガンダーここいらっしゃるかな、まあ、その次の日、おみそか一年ありがとう、入学式、枝豆持って、そう、それ配ると友達、だからクリスマスの時と、はい、入学式の到着地点がセンター。最初はここから変化始める。そうなの。で、俺のジャンプってこんぐらいいっちゃうからこんな飛ぶ。全部嘘だよ。一見そしたら後ろ見てるな。ファーストオブエイプリル、今日は元旦、明日クリスマス、その次の日大晦日、一年ありがとう、入学式、枝豆持って、それ配ると友達100人できるよ、全部嘘だよ。いい、いいよ、ナイストクトゥン。ちょうどいい長さ。こういう移動はあったんですけど、やっぱ前に出ていくってことやりたい。これいいこと言ってくれたわ。6月4月とね、前もあります。我々のそトゥクトゥンの登録の方もよろしくお願いします。あ、そうですね。ファーストオブエイプリル、今日は元旦、明日クリスマス、その次の日大晦日、一年ありがとう、入学式、枝豆持って、それ配ると友達100人できるよ、全部嘘だよ。いや、全然違うよ。アレンジ加えながらやってみてください。楽しんでください。トゥクトゥン、最高の目が出ないと帰れま天使、やった娘の1、4つ、アルマと好きなんですよ。いただきます。どうも食べたい。全部嘘だよ。いや、こうじゃない。